来年で、2022年で、そのミニ四駆のこのヒストリーというか歴史が40年になる。すごいな。40年って。いっくん TV ご覧の皆様いらっしゃいませ。伊藤一郎です。今回はちょっとこれをご紹介したいんですけど、ミニ四駆スターターパック AR スピードタイプ括弧エアロアバンテ、これミニ四駆の入門用キットになるんですかね。おもちゃ屋さんとか行くと、こういうミニ四駆のコーナーとかが必ず展開されてて、やっぱり商品もたくさんあって盛り上がってるんじゃないかっていうのをちょっと耳にしたんで、僕こういうキットを触るのが初めてなので、タミヤさんから出てるねキットをちょっと今日は紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。僕は昭和の世代なんで、すげえスーパーカーブームだったんですよ。だからそういうの手のプラモとかは作ってたんですけど、このミニ四駆っていうのは手を出したことがなくて、でも必ずすごい展開されてるじゃないですか、玩具売り場とかで。広いおもちゃ屋さんとか模型店行くと、必ず四駆用の、なんていうんですかね、サーキット、こういうレールを引いてあれで走らせるスペースがあって、僕みたいなね、初心者でも組めるよみたいなキットをね、ちょっとこれから組んで、触っていきたいと思います。いや、タミヤさんのプラモもね、その幼少期っていうか小学校の時はね、結構作った記憶があるんですけど、お子さんでも分かりやすいような形でちゃんと説明書が入ってますね。なるほどなるほど。はい、用意するもの、単三電池。あ、そうか、モーターで駆動させて走らせるための電池と、あとは通常のプラモの部品をこう切り取る、ナイフ、カッターナイフと、あとニッパーですね。はい。ちょっと、じゃあ、闇雲忍者、組み立てていきます。走るっていうことは、理屈では、だから、なんていうのかな、フェラーリが速いように、こう、車体が軽い方が速いっていうことなのかな。細かいパーツも多くなってますね。これが、この下側のベースですかね。なんか、最近のプラモデルって、こう、接着剤を使わないでも、組み立てられますっていうの結構よく聞くんですけど、これも接着剤なんかいらないのかな。でも実際こうガンガン走らせるから、ちょっと強くした方がいいのかな。じゃあちょっと慣れないので時間かかると思うんですけど、ちょっとコツコツやっていきたいと思います。まずね、このどっちが前だろうっていうのが分からない。だから、触ったことがない人と同じ心境で ちょっとね、やっていけると思います。これがステー部分ですかね。13ミリの位置にローラーを取り付けます。13ミリの位置。この2番目の穴のことかな？スパナーとか入ってるんだ。あ、入ってた。これのことだ。これ皆さんもし組み立てる場合、なんか小皿とかね、なんかトレー的なものがあった方がいいですね。こういう広いテーブルでも大丈夫だと思うんですけど、スパナちっちゃ。でもスパナの形ちゃんとしてますね。スパナ。はい。ちっちゃいパーツがね、いっぱいあるので、なくさないように注意したいと思います。おばあちゃんお茶っていう感じ。 あ、なんかグリスアップしろっていう、このなんか本当に必要なものがこの中に全部入ってる感じですね。これはちょっと後で入れようか。じゃあ、
バンバンバンっていうわけにはいかない。え？ああ、ねじ込みすぎるとそれはそれでダメと。軽くって感じですかね。ん？ちょっと待って、このなんかね、金属パーツを2つ刺してで、スタビボールっていうのを、これだ、これを締めるらしいんだけど、これどう見ても今スクリューが埋まっちゃってるじゃないですか。だから我思うにスクリュー短いのを今使っちゃったと思うんですよ。っていうことは、やり直しますミニ四駆というか、僕が子どもの頃はそのいわゆる車でいうとスーパーカーブーム、そういう外国産の派手な車が流行った時にモーターでちょっと前進するみたいのあったかな、作ったこと。来年で2022年でそのミニ四駆のこのヒストリーというか歴史が40年になる。じゃあその子供の頃ハマってそのままね、継続されてる方とかももちろんいるってことですよね。すごいな。やっぱこうミニ四駆のいいところってやっぱ実際にこう走らせたいっていうね、衝動に駆られることだと思うんで、外に持ってって、まあお家の中でもいいんですけど、あのねコースを作ってね、広いところでね、能動的な気分になってきますよね。うん、焦るあまりパーツを忘れてるいかんな、これはちょっといかんぞ。はい、どっか消えたさせ、まさかやんないだろうって思ったから。あ、ここはタイトだなと。あ、ゴムのチューブで締めてくれと。あ、これを使って締めろと。うん、締めやすいこのステーを、うん、これはきつめに締めちゃっていいのかな、外せる程度にきつく締めとこうか。裏表合ってるかな、つけといてなんだけど多分ここがバッテリースペースだから、多分こんなこう入れてかな。あ、それに沿ってやってけってこと？このね、あれですね、側から行くみたいなんで、これこっちからね組んで行ってみたいと思います。はい、いやプラモデルはもう久々というかね、こんな感じか今の競技のやつって。あ、これは割れない材質ですね。組み立てのマニュアルを見ると、あ、タミヤのだからこの番号の塗料を塗るといいよみたいのが書いてあって、ちなみにこれあのスタッフの方が買ってきてくれたんですよね。 TS50。 あ、塗りたいんですけどちょっと密室なんで、ちょっと これはちょっとパスして組み立てだけちょっとやっていきますね。はい、こういうやっぱね、幼少の頃に夢中になるじゃないですか、やっぱプラモとかって。だからなんかそういう気持ちが蘇ったりしますね。向きは合ってるな合ってるな一応
こんぐらいだったらわかる、最後まで押し込みます。プッシュイン。あ、もうこの上の部分はこれだけなんだ。あ、だから早いんだね。このもうここで、だからこれはもうステッカーを貼ってくれと。どうしよう、塗装してないけどちょっと貼っちゃうか。これ順番ってどうなんですかね。勝手にその好きなところから貼っていいのか、まあ人によっていろいろあると思うんですけど、貼りにくいところからやるよね、普通はね。こうね、鼻息でポロッと。いや、真面目にやってるんですよ。これは多分ね、プラもすごい好きな方だったらこうなんかペイントするんでしょうね。これ結構このステッカーでこの表の部分をこうほぼ格好をね、なんかカバーしてるみたいな形になるのかな。まだ途中ですけどこんな感じですね。結構ステッカーでカバーしますね。塗料だと多分ね、厚く塗っちゃうとやっぱ重くなっちゃうのかな。まあでもね、ステッカーとか貼った方がなんかこうクラッシュした時に傷をね防いでくれると思いますね。ここはちょっとね、無言にね。このカーブのね、一番長いとこね。はい。圧倒的静寂。晴れたー。そうじゃないんだよね。この側を、側っていうかその形としてね。今度こっちはね、ようやくだね。このシャフトを通してこれの出番になるわけだな、おそらくね。この説明書にはね、軽快なタッチでパチンって書いてある。ここじゃね、はい、お、パチンといった行きましたよ、はい。あ、外せるようになってるんですよね、ここはね、ギアを組み直すときに。なるほど。ピンクのギア、ピンクのギアあった。これが、ここに挟まりの、あ、これでギアが噛むわけですね。はい。で、これを止めるのが、A の8番を4枚。これも多分ね、切り方が邪道だと思うんですけど、ちょっと、初めてということで。タイヤ部分ですね。やっぱ溝がなくてツルツルなんですね。あ、どんな感じだろう、これバッチンって感じかな。ピンクないか。はっ、ああ、ちょっと行き過ぎたかな。はい、側はこんな感じですね。ほら、サイズ感的にはこんな感じだ。はい、じゃあちょっと
中の、これからモーターを押し込むためのステーとかね、行ってみたいと思います。電池金具を取り付けろ。モーターこれだ。へー、モーターも種類いっぱいあるんでしょうね。これはこんぐらいのサイズ感のやつですね。あ、収まった。モーターが収まりました。うん、スイッチ金具、あ、そうっすよね。オンオフこうかな。ドリフみたいな。バッテリー蓋、これで蓋をして、でロックキャップを閉めて側が完成するという感じ。電池を入れますか。ちょっと炭酸の乾電池を2本入れて、このギアとモーターがね上手に噛み合ってるかどうかちょっと確認したいと思います。はい、こういうことか。はい、一応今んとこは大丈夫ですね。よし、じゃあちょっとこれをキャップをして、大丈夫そうですね。で、これがこうかな。で、このキャップでロックすると。うん。はい。これで一応その側はできたって感じですかね。はい。はいはい、一旦はねこの形になりました。はい、こちらねチューンナップパーツをちょっとねつけていきたいと思います。わあ、なんかこうすっ飛ばないようにっていうことですね。これね、多分ねステーをつけろ。そして、あ、これの出番ですね。発射の入れ、ラジコンとかもあんまり、あ、触ったことないんですよね、あんまりね。話しかけるとダメでラジコンとかもね、でも動かすのは楽しいですよね、やっぱね。最近は玩具店の売り場とか見るとドローン、簡易的なドローンのやつとかね、すごいいっぱいあって、なんか楽しそうだなと思うんですけど、長いのが2本、短いのが4本。実証見よう。物理的にはここが長い2本か。ひょっとして、これで確認しろ。
あーやっぱ短いやつはここに使うの、うわっていうことはこれは、あ、違うね。あー後ろに長いのということで、また外します。色調ここまで来たのに。足りない、足りないですか。あ、足りないですね。これっすね。これを、あ、集中力がね、ダメだな。ちゃんと寝ろよ。こういうことだったんだな。伊藤さん、この回多分ほぼ無言です。これあと自然環境音プラスしないとダメですよね。法華経とかこう超早送りとかそういうことですね。このゴムチューブは多分そうですね、ここを壊さず指を痛めずに締めるためだけのものなんですけど、これはねなかったらちょっと困る。うん、お、いいんじゃないですか。はい、できましたよ。結構やっぱカスタムパーツつけるとごついですね。はい、かっこいいです。はい、はい、うん、はい、これでキットが完成です。じゃあちょっと非常に短いんですけど、この距離をどんぐらいのね、やっぱ速さが気になるじゃないですか。ちょっとやってみますね。いきますよ、いきますよ、いきますよ。せーの、あー、まっすぐいきますね。よし、ということで一応ねこの完成までたどり着きましたね。この僕もこのミニ四駆の組み立て初めてだったんですけど、あの2000円以下でね、ここまでしっかりしたあのカスタムパーツまでついてて、でなおかつこの外側かっこよくてっていうのはなかなかびっくりしました。あの走らせるねコースとかによっていろんなカスタムパーツとかたくさんあると思うんで、僕なりにこう調べたり勉強したりして、ちょっとこれをなんかカスタマイズしていこうかなと思っております。だからまたまた登場するかもしれません。はい、今回はお付き合いありがとうございました。はい、おー、いや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 、はい、なかなかいいんじゃないですか。はい、ありがとうございます。よっ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。